髪飾りを見つければリリさんが立ち直ると。もうわかりましたわ。やりゃいいんでしょ。奇跡は自らの手で起こすものです。普通の人なら無理だとしても、私たちにはレアスキルがあります。探し物に便利なレアスキルなんてあったか。レアスキルは組み合わせることで無限の可能性を引き出せます。特に私のテスタメントは増幅系のレアスキルですから、それで知覚系のレアスキルを強化して。そっか、私の鷹の目を強化してもらえばいいんですね。あら、私のレジスタだって知覚系ですわよ。ならばわしはフェイズトランセンデンスでマギの供給か。ユージャーとタズサは何じゃったっけ。私のは天の計り目、ナノレベルで対象の位置を把握できる。ファンタズム、未来予知みたいなもん。知覚系が多いのは幸いね。ゆゆ様は。私のルナティックトランサーなんてどうせバカみたいに暴れるだけで。気にすんな、私の宿地だってここじゃ役に立たないから。テスタメント、参ります。鷹の目フェイズトランセンデンス、これわしのマギ。視界が広がっていろいろ見えます。見えすぎます。フミさんに負荷がかかりすぎましたね。失敗ですが、いいデータは取れたので今日のところは良しとしましょう。よかないわ。善と多難ですわ。昨日の失敗を踏まえ、今日は新しい組み合わせで行こうと思います。まずフミさん。また私？安心して、今度はフミさんの鷹の目のスキルを皆さんに分担してもらいます。さあ、行きますよ。ファイト一発。おお、なんか鳥になったみたいだ。これが鷹の目か。とはいえ、まだまだ焼け石に水ではなくて、これなら私のスキルの方が。これは…お疲れ様です、ミリアムさん。これいつまで続くんかな。見つかるか諦めるまで。楓じゃないけど、こんなことで本当に見つかるのかな。努力は続けるべきだわ。あれ、そういえば楓さんは。さっき出てた。珍しいですね、いつもは一番長湯する人なのに。楓さん、どうしました。ちょっとよろしくて。さあ、今日も張り切ってまいりましょう。急にどうした。腹でも壊したか。千里の道も一歩からですわ。さっさと始めましょう。骨身にしみるぞい。ここのところ冷えますものね。ああ、どうしよう、明日にはリリさんの謹慎が解けちゃいます。結局見つからないのかな。四つ葉のクローバーだけに。リリが戻ってくるのに何が困るの。ねえ、あなたたち最近浜辺で何してるのよ。え、それは探し物をしてるんだけど。探し物。楓さん、今夜もですか。ぜひお願いしますわ。そっか、リリの髪飾りをね。私も手伝いたい。え、いいの。早く見つけないと、いつ次のヒュージが現れるかわからないでしょ。また戦闘があったらもう見つからないかも。ええ、
ユユ様たちにも話してみましょう。はい。って、いつの人よ。ごめんなさい。こんな時、どう言えばいいかわからなくて。仲間を失ったのは、私たちも一緒よ。だったらせめて、落ち込んでいるリリのためにも、何とかしたいと思うのは、自然なことでしょ。いないと思ったら先に来てたんだ。大丈夫です？いえ、お構いなく。レアスキルを合成させるなら、接触式の方が非接触式よりも効率はいいわ。とはいえ、こんなに大勢でやったことはないけど。今よ！みんな、フェイズドランセンデンス！ごきげんよう、リリ。ユユ様、皆さん。リリさん、さあ、これを。これ。さあさあ、いつまでもご覧になってないで、さっさとおつけになって。これ、どこに売ってたんですか？私のなくしたのとそっくり。そっくり？同じものじゃ。私のは四つ葉の一枚にひびが入ってたの。でもこれにはないし。それはリサーチ不足。どういうことかしら、カエデさん。いやですわ、ユウ様。そんな怖い顔して。おほほほほほほほ。これは？これ。これ、私のです。リリさんの髪飾りが2つ？新しいのは、楓さんがご自分で作ったんです。しおりさん！どういうことだ？本物は2日目だか3日目だかに、浜辺で見つけていましたの。だけど、たとえ見つかっても、これではリリさんを余計悲しませるだけだと。では、今日の昼間見つけたのは？あんな大がかりに探されては、さすがに本物のありかがバレてしまいますから、早起きして本物を仕込んでおいたんですの。わしらまでたばかっとったとは。で、私が最初にそれを手にして、昨夜できたばかりの偽物とすり替えたという寸法ですわ。楓がそんな手の込んだことを。リリさんや皆さんを欺いたのは紛れもない事実ですわ。煮るなり焼くなり好きになさってくださいまし。バレたらバレたで、私一人が全ての責めを負えば済むことですもの。思いっきりしおりを巻き込んでるし。いえ、私は工作室をお貸ししただけで、何をなさっていたかはここで知りました。楓。なんですの？お前、いいやつだな。うんうん。
とう、楓さん。どういたしまして。それに皆さんも。楓さんの言う通りかも。この髪飾りだけだったら私辛いことしか思い出せないかもしれない。だけどこっちのもあればみんなの気持ちを感じて嬉しい気持ちになれるから、私にはどっちも本物です。はあ、それはあれですわね、狙い通りってやつですわね。お立ちなさい。私からもお礼を言うわ。ありがとう、楓さん。そんな、私はリリさんのためにしたんです。ユユ様にまでお礼を言われる筋合いはございませんわ。出通エンゲルとして姉として言っているの。ああ、それはあれですわね。リリさんは私のものよ、渡さないわという私への牽制ですわね。ええ、その通りね。あ、認めましたわね。もうやめとけ、お前はよく戦った。お泣きなさい、リリ。今のあなたに必要なのは、何でもいい、自分の気持ちを表に表すことよ。私、守れなかったんです。リリちゃんを、私がちゃんとしなくちゃいけなかったのに。あなたはできるだけのことをしたわ。誰にも防げなかった。やっと来ることができました。あの、美鈴様にもご挨拶しませんか？そうね。お姉様は美鈴様のことどうやって乗り越えたんですか？さあ、でも起きてしまったことは時間をかけて受け入れるしかないわ。もう起きてしまってどうしようもないことは。私はまだまだかかりそうです。それでいいのよ。人の死の最も残酷なことは、その人にまつわる一切のものが断ち切られてしまうことよ。その思いも願いもあらゆる感情も永遠に宙に浮いたまま時を止めてしまう。残されたものはそのことにただ戸惑うことしかできない。上出来だ。大切なシルトを不安にさせちゃいけない。たとえ幽霊であっても、本人とまた気持ちを交わすことができるなら、それは救いと言えるかもしれないわね。だけどあなたは。ふん、君がリリか。はじめまして。ルームメイトは早朝から仕事のようだ。生徒会も忙しいね。思うにこの僕はユユの罪悪感の表れなんじゃないかな。仲間を守りきれず、大切なシルトの心にも傷を負わせてしまった。誰のせいでもないと言いながら、君は自分を責めている。ユユが思う以上にユユ自身の心も吹かれを負ったんだ。あなたはただの幻、本当のお姉様じゃない。そうだね。だけど気をつけて。
見るということは影響を受けることでもある。ふみちゃん？ごめん、リリーさん。ごきげんよう。リリーになればいつかはこんなこともあるって覚悟はしてたつもりだったけど。私もだよ。すぐにはどうにもならないってお姉様も言ってた。リリさん、ちょっと変わったみたい。そうかな。うん、強くなったと思う。そうかな。だったらそれお姉様のおかげだよ。羨ましいです。大丈夫、フーミンならきっといいシルトになれるって。マイ様、本当に誰もいなかったら私が出演ゲルになってやろうか。本当ですか？当分シルトは取らないんじゃなかったのか、先輩。そうだっけ。あら、先を越されましたね。仙林さん、ユージアさん。あれ、さっき楓も見かけたけど。出ていらしたら。あら、どうなさったんです皆さん。ガン首を揃えて。お前照れてるのか。こういうウェットなシチュエーションは私の柄にそぐいませんから。柄って柄か。みんな集まっちゃいましたね。いないのはミリミリとユユだけか。ミーさんは昨夜、モユ様の研究を手伝うのじゃとかなんとかおっしゃっていたから、夜鍋でもしたのでしょう。ミーさん長いので。どうかいたしまして。私この頃お姉様と会えてなくて。確かにこの何日かミーティングルームでもお見かけしない。あれ、講義や演習にはちゃんと出てるぞ。最後にお会いしたのはここで一緒にゆりちゃんのお墓参りに来た時で。ごゆっくり。また徹夜？ええ、まあ気にしないで、好きでやってるから。毎日ご苦労様ね。え？あんた今私に気使った？いえ、別に。嘘嘘嘘。孤高の一匹狼としてリリーからも一歩引かれたあの白井ゆゆだよ。あの…って…世間話をするために呼んだわけではないのね。回りくどい前置きは後回しにして。後回しにしたら後ろ置き？違うか。ごめんね、私もちょっと覚悟がいるのよ。聞きたいのは、美鈴様のこと。チャームのことではないの。これはもともとユユが契約していたダインスレイフだけど、2年前の広州撤退戦の時最後に使ったのは誰？美鈴様よね。このチャームね、術式が書き換えられているの。知らないか。じゃあカリスマのことは？カリスマ？お姉様が？カリスマは本来リリー同士で使うレアスキルよ。仲間の士気を高め、結果としてレギオン全体の能力を向上させる。その性質から支配のスキルとも言われているわ。ただ美鈴様はリリーではなく、ヒュージに対してそれを使った形跡があるの。マギとはヒュージを使って古い秩序を破壊し新しい世界を生み出す意志だとする説もあるわ。だけど今私たちの管轄するヒュージの行動にはこれまでになかったパターンが現れるようになったの。何かがヒュージを狂わせ、闇雲な凶暴性が増しているような。変化の現れた時期はこれを回収した戦いの前後と一致するわ。2年前に仕込まれていた何かにそこでスイッチが入ったとしか。心当たりある？わからない。お姉様は強くて優しくて立派なリリーだった。わからないわ、それしか。そう、ごめんなさい。いいから気にしないで。モユ？ん？私…いえ、何でもないわ。捕まえました、お姉様。リリー、墓参り以来だね。あの、
みんなが私のためにラムネパーティーを開いてくれるって。お姉様も来てくださいますよね。ごめんなさい、今は。待ってください。懐に入るのがうまいね。相手の隙を見逃さないのか、隙を作らせるのか。この子もカリスマ持ちなら後者かな。やめて。ユユはカリスマ持ちに好かれるのかな。これは偶然だと思うかい。ユユは彼女を自分から受け入れたと思っているようだけど、それは本当に君の心に合ったものなのかな。今朝、眠れなくて窓から朝露の雫を眺めていたんだ。それが朝日を浴びると夢みたいに輝いて、あんまり綺麗だったから僕はそれに触れようとして壊してしまった。触れなければもっと見ていられたはずなのに。ユユは僕にとって特別な存在だ。ユユだけが僕のいるこの世界に彩りを与えてくれる。あの朝露のように僕がユユに抱く横島な感情をどれだけ必死に抑えているかわかるかい。僕はユユを傷つけることだけは絶対にしたくない。だけどもし僕が僕を抑えきれなくなった時は、ユユは僕を殺してくれないか。そんな、お姉様だったら私は構わないのに。忘れてくれ、ユユ。お姉様、私は忘れろったら。自分自身を認められない人間はどうなると思う。憎むんだ、自分と自分以外のものすべて。お姉さまは自分自身を呪っていた。お姉さま。リリー。お姉さま、お迎えに参りましたよ。行きましょう。無理よリリー、私はどこにも行けない。ここで戦うことしか。何言ってるんです。お姉さま、一緒に逃げましょう。私に指図しないで。あなたもレアスキルで私を操るの。え、美鈴様の幻覚を見ているの。壊れているのよ私は。お姉様、何を。美鈴様は全てを呪っていた。これは罠だ。あのヒュージは私が倒さなくちゃ。あなたは一人で逃げなさい。お姉様、それマギが入っていませんよ。お姉様は言っちゃダメです。レアスキルとか罠とかそんなのどうでもいいです。私は、いいえ、私がお姉様をお守りします。あのヒュージは私が倒します。無理よ、あなたにお姉様を倒せるはず。ミスズ様じゃありません。あれはヒュージです。待ちなさい。待って、レリー。行ってきます、お姉様。
テキーと憎しみを感じる。まるでルナティックトランサ。ムユ、今なんて？結界の中心部にあるこの波形、ルナティックトランサーのによく似てる。避難が遅れていたら私たちも影響を受けていたでしょうね。ちょっと、じゃなくて、こら、そこのヒュージ、あなたの相手は私よ。他の誰にも手出しはさせないんだから。今は少しでも時間を稼がなくちゃ。使ってらっしゃる？あれ？そういえば使えてます。マギは使えないんじゃ。動いた。あ、結界が中和されてる。さっきの光と何か関係が。とにかくチャームさえ動けば。結界は縮小しても依然健在、近寄れないのは変わらないわ。何かできることはないのか。後に入るお風呂は格別だわ。確かに格別だけど、格別すぎませんか？まさか温泉まで湧くとはね。大丈夫、今はどの監視網も麻痺してるから誰も見てないわよ。そういう問題でしょうか。私は見られたって平気だけどね。アラヤは少しは恥を知れ。アラヤちゃんエロい。くすみから食ってやるか。下品なのはいけません。上級生と風呂に入るというのは新鮮な気分じゃの。こうなったら学年なんか関係ないだろう。あちこちヒリヒリします。お姉さま、傷よりもお湯に集中なさい。風邪をひくわ、早くいらっしゃい。はい。お姉さまはどんな事態も想定済みなんですね。リリーのたしなみよ。こういうの初めてですね。そうね。ここだけは私とリリさんの聖域でしたのに。なんという極楽。冷たい風が心地よいですね。故郷を思い出す。
これが私たちユリガオカ女学院の管轄する7号ユイガハマネストの現在の様子よ。はあ。ここに映っているのがネストの主と目されるアルトラ級ヒュージね。アルトラ級？もしかしてこれ海の底ですか？そう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 。ちなみにアルトラ級ヒュージの全長は400メートルとも1キロとも言われているのよ。よくわからないけどすごいですね。ここ最近のヒュージはこのアルトラ級から大量のマギを半ば奪う形で供給されていたわ。過剰な負荷をかけられたせいで今はネスト全体がその機能を事実上停止していると思われます。殲滅するにはまたとない機会を。殲滅？そこで一つ柳くんにその任務を頼みたいのだ、うん、はい。私？だけどどうやって？から美鈴様を感じます。そう、眠れないの？わからない。何か悲しい夢を見ていたみたい。でも思い出せなくて。大丈夫だよ、リリとユユは私がきっとみんなのところに返してあげる。え？ありがとう、リリ。ユリちゃん。リリ、リリ。お姉さま、ここは。私たちはアルトラ級ヒュージを倒したわ。そしてみんなの元へ帰るところよ。なんだかお姉さまに包まれてるみたいです。何を言うのよ。ゆりちゃんが来てくれたんです。そう、みすず様は私のところには来てくれなかった。みすず様はお姉様のことが本当に大好きだったんですね。みすず様はあの時何が何でもお姉様を守ろうとしたんです。その思いがあのダインスレイフに強く強く刻まれていて、私にも伝わってきました。ヒュージを狂わせたのはみすず様の意図したことではないというの？はい、
私どうしてもわからないんです。だってお姉様のこと好きなら好きでそれでいいと思うんですよね。でも美鈴様はそういう自分を受け入れられなくて。だからって自分を呪ったりすることないと思うんです。そんなことで。大事なことですよ。だから私はそう思うんです。みんなでずっと探してたんですよ。お二人とも無事でよかったです。これはいい記事になりそうですね。しかしこの格好じゃ新聞には載せられんの。ようやく見つけたと思ったら真っ昼間から何してらっしゃいますの。ありがとう皆さん。おかえり二人とも。おかえりなさい。おかえりだ。おかえりだ。おかえり。ただいま。ごきげんよう。